逃げたアシスタントにゃ未練はないが、仕事を欲しがる自分が可愛い。スポンサー探しなど苦手な俺だが、バカな男のシネマストリート一つ聞かそうか、川崎 FM。すいませんでした、シネスト子守歌というのをやりました。子守歌、あのね、はい、それはもともとですね、浪曲子守歌という歌がございまして、はい、はい、これはあの一節太郎さんという方がいらっしゃったんですよ、はい、今もあのご活躍だと思うんですが、でこの方の、歌の替え歌 で最近なんか僕もともと替え歌作るの大好きでそうなんですか、うん、でいろいろね、兄弟神器の替え歌とか作ったんですけど、ちょっとあまりにも放送禁止で歌えないなと思って、今日はやりますけども、気になるよ、そんなこと言われたら。替え歌って楽しいですよ。で替え歌のね面白いのはね、あのなるべく元の歌詞を生かすわけですよ。あ、素晴らしい、こだわりがあるわけですね、うん、でこの方もコミックソングの母と言われています、本間美也のコーナーはい、本間照子です、こんにちは、皆さんいかがお過ごしでしょうか、うん、はい、今日はですね、うん、またもや私映画番組ということを、丸無視しまして、はい、いつものことでございますけれども、うん、今日は何をお話ししようかなと思ったんですけれども、うん、先月の、番組でも告知させていただきました、私あの6月10日にですね自分のワンマンライブをやらせていただきまして、おかげさまで、満員御礼ということで、すごい、はい、盛り上げていただいて、うん、これも番組で、宣伝したおかげかな、いやそうです、岡村さんの、はい、そうですね、否定はしないんですね、とにかく、はい、あの本間照子夏場所ということで、はい、ずっとライブやってますね、はい、ずっと夏場所、路上と言わず路上、なんかこの間川崎まで来たらしいですね、はい、川崎でやりました、うんうん、川崎の皆さんは、ね、やっぱり音楽の街ということもあって冷たかったはいとか言って、あ違いますよ、ラゾーナの方でやったんですよね、ラゾーナ、そうです、ラゾーナの通路かどっかでやったんですよ、ラゾーナじゃないんです、あの逆側東口の方でやった、はい、うん、あそこがね結構あの、うん、路上ミュージシャンの聖地みたいになっていて、ただ私は平日の昼間にやるので、うん、私一人です、あとは路上詩人のあのなんか色紙に絵を描くお兄さんがいて、うん、はい、その二人で貸し切りでやっておりました、はい、はい、そんなんでね、あのいろいろ活動させていただいてるんですけれども、であのさっき言いましたワンマンライブで、うん、もう人生で最初で最後かなと思ったので、うん、こうなったら自分もね来てくれた人もねこう記憶に残るような変わったことをやってやろうと思って、うん、でその日はですね自己啓発セミナーの、 あの怪しい自己啓発セミナーのよくありますよね、はい、あの雑居ビルのどっか閉館でやってるような、そう、うん、なんか閉じ込めちゃってね、うんうん、なんかやる、高いお金取るやつね、そうです、うん、万円とかってね、うん、はい、それの、 あの真似をしてやろうと思ってですね、自己啓発セミナー的なライブをやりました。よく配られるような、はい、あのなんていうのこのテキスト小冊子みたいなのをわざとこの作って、うん、はい、そうですね、でそれが普通に作るとまたつまんないんで、うん、某人気番組で、しくじり先生ってのあります、ありますね、うん、であれの真似してやろうと思って、でも私あの人生しくじった覚えがさらさらないので、うん、桃尻先生ということで、今あのカメラにも映しましょうか、はい、それね、はい、はい、こんなんでね、はい、作りました、うん、見えますか、うん、はい、はい、うん、すいませんね、あの今あのファンの方が来てました、まあ、はい、大野さんのファンの方に恐縮でございます、ごめんなさい、シネストファミリーですよ、はい、そうなんでね、あの作ったんで、でちょっとこれせっかく作ったんでラジオで見えないんですけどね、聞いてる方にははい、テキストもねあのちょっと作りましたということで、動画で、後でご覧ください、はい、ご覧ください、はい、ということでね、カラーでとっても素敵です、はい、で私のねあの誰も知りたくもない歴史をこれでなんでよ、あの、ね、知りたい知りたい、自分をあの上げるのか下げるのかはっきりしてる自慢したと思ったら腕しねんかドゥルクを乗って、下げといてかわいそうと回しといてあげるんですよ、はい、はい、それで曲やりましょうかそろそろ、はい、もう曲ですか、はい、はい、あ、じゃあ説明したいの、ね、その説明でね、うん、まあいろいろあるんですけどね、うん、じゃあ8ページ目をお開きください、セミナーか、何これ、岡村君8ページ目ちゃんと、はい、死後禁止です、はい
はい、開きました、はい、でね、ここはあの大事ですよ、うん、あの私いろいろやってきた中でね、運命の出会いということで、うん、いろいろ、思い返してみたら、はい、2016年2月、うん、出会いました、あのライブとかで、で、うん、まあ意気投合したつもりでおります私、いいえ、わー恥ずかしがっちゃって、うん、で、まあ、あの意気投合して、でちょうど2016年の7月の初めに私この番組初めて、そうです、ちょうど1年ですね、はい、ということで今日あの本間照子1周年記念、うん、形なんです、はい、それもあってこのねテキストを持ってきたんですけれども、うん、で、まあ、あの私も弾き語りをオリジナルで始めて、まだ3年弱、うん、1人でやり始めてまだ1年なんですよ、はい、ということでね、あのちょっと初心に帰りたいなということで、今日は、曲はですね、私が生まれて初めてまともに作った曲があるので、それをやろうかなと思っています。そうですか、まあ、でも何といってもね、この1年間てりちゃんすごいのは、うん、あの大女優という私の唯一 の、うん、あの受けてる曲があるんですけど、うん、その唯一、プロモーションビデオというかミュージックビデオ、唯一の 私人生最初で最後かもしれないミュージックビデオの監督をしてくれて、それが全てのきっかけだった。で、その前にとろける君っていう、自分でこの方、はい、あの iPhone ですか、はい、iPhone でどんどん自分で撮ってどんどん作っちゃうんですよ、編集して、で、とろける君、皆さんあのこのシネマストリートのサイトにもアップされてますけども、で、はい、とろける君というのを作ったんですよ。作詞作曲した歌を自分で主人公になって、あのミュージックビデオですけど、これがね、もうあまりにもねレベルが高くて面白いんで、うん、もしかしたら大女優もあのコミックソングだからできるんじゃないかなということでなんとあの森友梨沙ちゃんとかね、うん、大野ひろみさんとか、はい、ここのみんなにも出てもらって、はい、出てもらいました、作ったんですけど、ね、はい、それがきっかけで、とにかくいろんなことができるわけですよ、作詞作曲、ビデオの編集、IT 関係とかも、ね、いろいろできてですね、はい、一番不得意なことは何でしょうか。不得意なこと、うん、あ、料理かな、うん、はい、はい、そんな本間照子さん、はい、歌っていただきましょう、はい、今日はですね、うん、初心に帰、あ、さっきも言いました、うん、はい、初めて作った曲なんですけれども、これは私の旦那様に向けて作った曲でございます。やだ、恥ずかしい、もう妊娠しちゃう下だろ、はい、下だろ下か、はい、もうしないと思いますけれども、はい、それぐらい、あの、そうですね、皆さん愛し合ってくださいということで、はい、皆さんにもいろいろあのパートナーがいると思いますけれども、はい、パートナーの方に、捧げる曲でございます。私のパートナーという曲です。 1, 2, 3, 4
せて、ここでこうして今日こうして川崎 FM 岡村陽一シネマストリートで歌えるのはここにいる皆さんのおかげ、そしてやっぱりボス岡村陽一さんのおかげでございます。ありがとうございます。ということで、あなたのおかげです。時にはピンチもあったし、パンチも飛び交わった。すいませんね。本間ミヤのコーナー、本間照子さんでした。はい、本間照子でした。このライブの予定なんかいいですか、今後の。ライブの予定もう、うん、もう、大体終わりました。はい、はい。そうですね、す次はね、戸塚、7月7日金曜日、戸塚ロポでやりますので、はい、はい、ぜひ遊びに来てください。でも来週ですね。はい、来週です。はい、詳しくは、はい、本間照子の、Facebook とかご覧ください。はい、本間照子で検索してもらえば、はい、本間カタカナ、照子は輝くに子供の子です。はい、はい、ありがとうございます。本間ミヤのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。デビッドボーイ、モダンラブ。はい。続いては、シネポケットパート2、森友梨沙ちゃんです。こんにちは、森友梨沙です、はい、よろしくお願いします。今日は、また、大野博美さんに引き続き明るい映画を紹介いたします。おいいですね、はい、俺たちポップスターという映画でございます、うん、主人公は1歳でドラムをマスターするほどの、え、1歳赤ちゃんじゃん。うん、赤ちゃんだけどドラムをマスターするほどの音楽的才能に恵まれたコナーです。すごい、はい、で彼は幼馴染のオーエン、そしてローレンスと3人でスタイルボーイズというバンドを結成します。ヒップホップバンドですね。お、そしてそれがまた世界的に有名となります。しかしコナーと、まあ、幼馴染のローレンス2人がステージ上で大喧嘩をしてしまって、バンドはあっけなく解散してしまいます。そしてコナーはコナー・フォー・リアルとしてソロデビューします。で、ローレンスは、引退して農場を経営します。そしてもう一人、幼馴染のオーエンはコナーの専属 DJ となります。まあ、ファーストアルバムが大ヒットし人気絶頂のコナーは、セカンドアルバムでは自ら作詞作曲を手掛け、社会問題をテーマにこう新しいその曲名に挑んだというか、こうまあ、チャレンジするんですけども、メディアには酷評されてしまいます、それでもなんとか家電メーカーとこう提携してですね、協力し合って冷蔵庫を開けたらセカンドアルバムが鳴り出す、閉めたら止まる、開けたら鳴り出すっていかがなもんかだなそうすごいタイアップの冷蔵庫を洗濯機ベタだな。そうなんですよ、あらゆる家電にそういうのをちょっとつけるんですけども、彼はもう大ヒットした一躍スターですから、セカンドアルバム発売当日に世界中で家電を一気に使ってしまったせいで大停電が起こります。わあ、ストーリーまで見ただな。そうなんですよ。また世界ツアー中には衣装の早替えに失敗し、早替えに失敗し、なんと恥ずかしい全裸の写真がネットに拡散されてしまう。もうやることなすことすべて裏目に出てしまって失敗続きのコナー。今こそ伝説のバンドスタイルボーイズを復活させるべきだと考えたコナーでしたが、かつて大喧嘩をしてしまったローレンスとのわだかまりがなかなか解けません。そして恋人アシュリーへの崩壊プロポーズでも大惨事を引き起こしてしまい、婚約は解消、専属 DJ として行動をずっと共にしていた幼馴染の応援にも去られ、長年飼っていたペットのカメも亡くなってしまう。果たしてかつて伝説と言われたスタイルボーイズの運命はどうなるのか。辛い。このまま過去の人になってしまうのかというストーリーです。
で立て直してほしい。制作ジャド・アパト、そして監督ザ・ロンリー・アイランドというんですが、このザ・ロンリー・アイランドというのはですね、グループ名なんです。そうだよね、はい、うん、で出演しているアンディ・サムバーグ、ヨーマ・タコンヌ、そして秋葉シェイファー、この3人がグループを組んでるんですね。でそのグループ名がザ・ロンリー・アイランド、このコメディグループ、ね、みんなで作ったんですね。そうなんですよ、みんなで。そうなんです、このグループがその制作、脚本、監督、出演、そういうのもありなんですね。大体揉めますけどね、普通ね。そうなんですよ、うん、でまあ、アメリカのコメディ番組、コント番組に出演していたグループですね。一躍大ヒットして、まあ、今回この映画をコメディ作ったということですかね。ジャド・アパドはね、40歳の童貞男、うん、そしてザ・ロンリー・アイランドはサタデー・ナイト・ライブで、ね、まあ、有名ということでございました。どうでした？いや、面白かったです、うん、人生の失敗と挫折と転落を描いた波乱爆笑のしくじりコメディになります、うん、まさにその通りでして、面白いと感じたのはですね、うん、失敗して頂点からどん底へと転落していく様子が、うん、転落するんだ、まあ、転落してしまうんですよ。どん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 コナンがこうどんどん頂点からちょっと転落していくんですけど、大きい病気とか事故で一気にズドーンっていうんじゃないんですね。やっちまった、しくじったなっていうのがどんどん積み重なって、ガクンガクンガクンと転落していくっていう様子がじわじわ、そうなんですよ、面白いんですよ。見てる分には面白いですよね。確かに人のことだけど、ね、人の不幸は蜜の味。怖いよ。それをまあコメディチックに描いていて、思わず見ていて笑ってしまいますね。まあしくじった、やっちまったって、もうバカバカしいような失敗ばっかりなんで、見てるこっちはすごく楽しいです。でもまたデビューしてすぐに頂点までガッと行ってしまった人って、ちょっとこけたら、その後ちょっとこけてしまったらどうしていいかわからない、どうやって立ち上がればいいかわからないっていうのは、そこ行くとね、僕なんかいいですよ、ずっと地べた這いずり回ってるでしょ。ちょっと待って、這いずり回るこっから落ちようがないですから。こっからガッと世界的に有名人になっても、浮かれることはない。本当ですか、うん、私たちのこと知らないよとかって言わないですか。すいません、事務所通してください。あ、もうひどい、やっぱなるんじゃん。行ってみたいね、一回ね、うん、そうなんです、うん、まあ、この映画の主人公も転んだ時の起き上がり方が分からず、どん底まで沈んでしまう、うんうんうん、でまたですね、主人公がトップまで行くわけですが、ここまで来たのは俺がすごいからだ、俺に才能があったんだ、俺の力だと。あ、俺もいつもそう思ってるんですよ。危険な香りです。そういう人なんですね。で、まあ、自分がバンド、まあ、喧嘩したって解散して、自分の力だって言ってトップまで行って、転落したらまたじゃあバンド復活させる、うん、都合のいいお話じゃないですか、うん、まあ、でもちょっとよくあるお話かなとも思うんですけども、映画の中にあるセリフがあります、はい、誰の人生にも波がある、いい時もおごり高ぶるな、そして友達を大事にな、というセリフですね。成功した時にもきちんと周りのこと考えましょうね、感謝をしましょう、天狗になってはいけませんよっていうのが一番この映画全体を通してのメッセージなのかなっていうふうに思ったり、うん、究極の友情ものといえばそうなのかなっていうふうに思いますね。どう培ってきた友情がどんなふうに失われて、どんなふうに復活させるのか。10点満点で何点？8点。なぜ？映画を見るのにですね、この映画結構エネルギーを使うんですよ、ね、うん、なんかライブとかクラブハウスの様子とかが結構あるので、もう米が結構チカチカして、あ、そうそうそう、照明が、照明が年寄りにはきついかもしんねんな。何キャラだよ。全体を通して86分という短めの映画なので、そうなんです、なんてこと、見やすい映画だとは思いますね、うん、オリジナルステッカー付きだそうです、数量限定で、あ、いいですね、金ピカの、うん、キラキラしてるステッカー付きだそうです。あ、面白そうですね。俺たちポップスター公開は8月5日土曜日、新宿シネマ借りて、ほか全国順次ロードショーでございます。はい、10点満点でいうと8点でしたね、はい、でもまあなかなかいい、うん、楽しみの一本ということです、はい、シネポケットのコーナー、森友梨沙ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。言うの忘れてましたけど、第2部からアシスタントが大野ひろみちゃん。あ、どうも、はい、そうですすいません、はい、大野ひろみちゃん、明るい人です。この曲の後は明るいプロデューサーが登場します。ジェーンバーキン、不造作紳士。皆様お聞きの放送は川崎 FM、FM ケーシティです。79.1MHz で、ここ武蔵小杉駅前にあります。タワープレス以下の小さなスタジオからあなたへ。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 お送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私、岡村雄一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。甲府でも。パリでも。皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして。Listen Radio! 皆様ぜひ川崎 FM のホームページに入っていただきまして。Listen Radio!
皆様ぜひ川崎営業のホームページに入っていただきまして、リスンラジオ落ちてるじゃないかのところでぜひチェックしてみてください。そしてこの川崎 FM の岡村一のシネマストリートですが、サイトでもご覧になります。岡村一のシネマストリートで検索していただきますと専用サイトが出てきまして、過去の放送の動画が、ご覧になります。ぜひ一度皆様、チェックしてみてください。今から5年前にいらっしゃった、若松浩二監督、2012年の7月にいらっしゃる、この番組最後の出演になります。4回来ていただきます。その時の動画もあのフルでご覧になれますので、はい、曲かかってる間も入ってますから、そんな貴重な、ね、映像もございますので、はい、ぜひご覧ください、うん。そして今日はですね、もう5年ぶりぐらいでしょうか。そうですね。ここからのゲストでございますが、はい、映画プロデューサーの丸茂日穂さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。丸茂さんと知り合ったのって何でしたっけ。出会い系サイトでしたっけ。なんでやねん。あの、種まく旅人の最初のね、はい、あの、塩谷としさんの、ね、監督作品でございました、はいはい。そうですね、ちょっとだけ塩谷さんの話しましょうか。そうですね。あの、今から4年と3週間前です、ですね、4年前の6月5日に、ね、あの急に亡くなられました。はいはい、あの、56でしたね、僕は同い年で。塩谷としさんはね、あの皆さん顔見ると知ってるかもしれない。俳優として有名で、まず、はい、あの、おしんでもう有名になって、はい、その後ももう、この人は英語ベラベラでね、ねあの、オーストラリア映画のアンボで何が裁かれたかとか、はい、あるいはですね、ミスターベースボールって映画では高倉健とトム・セレックの通訳の役で非常に重要な役をなさってて、川崎に住んでたのかな。そうですね。ねで、慶応大学出てて、はい、で、まあ、ちょっと二人だけで飲んだこともあるんですけど、はい、あの僕はずっと慶応出てボンボンで、はい、なんかどっか留学したことがあってそれで英語ベラベラだと思ったら全く独学で、でなんであんな話せるようになったって言ったらもう誰に何と言われても英語しか喋らないようにしたとある時から、はい、どこ行って何と言われてもっていうかね、でなんかあの私塩谷さんとねあのここで番組で親しくなって何回も来ていただいて飲んで、はい、で当時なんかね僕写真を今みたいに撮らなくて今バチバチ撮ってますけども、うん、あの亡くなった時にねあの調べたらツーショット1枚も撮ってないんです。1枚もないです。それで塩谷さんがあのご実家がある大分の方でね、うん、映画を撮るというので僕もちょっと出していただいて、うん、でこれがなんかね雪が降ってて、はい、3日ぐらい撮影がなかったんですよ。でもう1日と見たらもう僕東京戻らなきゃいけないっていう時に、最後の日のその日の朝撮ってすぐ帰ったんですけどもね、ワンシーンだけね、はい、出していただいて、それが最後になって、はい、うんでもうなんか本当あっちこっち行ってる人でね、ちょっと今度ラジオ出てほしいと思って電話したらね、なんかテンション低いんですよ。もしもし主演です。あ、これ寝てました。寝てるような時間じゃないんですよ。今どちらですか。あ、ニューヨークです。すいません、すいません。あのあれラジオでしょ。じゃあいついつ会えてますみたいなことがあったり、おめでいっぱいですけどね。びっくりでしたね。まあ大学の時にあれですね、慶応のケスっていうあの、うん、英語だけのねサークルね。別所哲也さんとかね、はい、一緒にあったんですね。僕も同期ですよ彼と。慶応。はい。ですか。どうです年も。あ、そうですか。はい、あ、じゃあ一緒、昭和31年 ?1 年。あ、僕も一緒ですね。9月24日です。あ、そうですか。塩谷さんが8月だったかな、確か8月生まれだったと思います。ぐらいかな。うん、ね、で、僕12月なんですけども、はいはい。じゃあお兄ちゃんだ。急に可愛くなっちゃった。還暦ですね。還暦すぎて。還暦すぎて。ただなんか僕、ちょっと最近思うんですけど、はい、まあ、お互い60になっちゃったんですけど、ね、なんかこの年になっても、どっか例えば全然知らない人と会ったりするじゃないですか。はい、それで僕は昭和31年の12月生まれなんですよ。とか32年の、うん、2月生まれの人と知り合うと、あ、じゃあ学年が一緒だねって言うんですよね。ね、なんでこの卒業して何十年経ってても、いや学年も一緒だって何で言うんでしょうね。別に同じ学校でも何でもないのにね。あれは何でしょうね。なんですね。なんか一体感を求めて。無理からね。いやもうどうも年はあるのが上だって言っちゃう。上だからね、なんとか、いや、でも逆に知れないから、ね、平和だな、うん、そう。でね、塩谷さんの、その、最初は、ね、旅人の歌っていうのは仮のタイトル、その映画が。それで、丸森町さんのプロデューサーだから、どうしよう、こうしようっていう時に、ここのスタジオの隣に、第2スタジオってあるでしょ。はい、はい。あそこで、それにしましょうってここで決まったんですよ。タネマク旅人っていう覚えてます、ここの川崎の表明タイトル決まったタイムって何たりしましょうって言って、すごい、じゃあそれいいですねって僕がね、そうね 25% ぐらいから噛んだ感じですけどなんですよ。それでその後シリーズ化されて篠原哲夫さんだとか、はい、佐々木清さんが、はい、ずっと映画をね、はい、あの続いてます。斉藤匠君とね、話しりんちゃん、はい、4作目も探してます。ああそうですか。聞いてらっしゃる方で、
あれ、ね、ぜひ皆さん、タイバック旅人シリーズ、えっていう方はぜひ DVD が出てますので、はい、ぜひご覧ください。我が町でもという人はぜひ。これはね、トラさんのようにね、毎回いろいろ変えてやっていくことになるので。僕の陣内孝則さんと共演させていただいてね、もう面白かったですね。そうですね。まあそんないろいろとにかくプロデューサーって、さっきあの前半の紹介した映画でですね、松竹の波紋って映画で、あの橋爪功さんがもうプロデュース、映画プロデューサー。フリーの映画プロデューサーで今お金を集めてるんだけどっていう電話で呼び出されて、あの、銀座のある場所に行ったことがあるんですけど、もうこの段階で怪しいですよ。フリーの映画プロデューサーで、ぜひ岡村くんの力を借りたいという人がいる。で、銀座の結構いい場所ですよ。あるところに今いるんだけど、明日の夜とか空いてるかなっていう電話が一番怖いですね。一応スーツ着てきて。ドレスコード丸森町さんはそういうふうに思われません？その映画プロデューサーっていうと。いやー、僕はあん自分がやってるんであんまり感じないですけども、うん、まあ大体まずお金をね、うん、分子集めようとか。それもお金もね、あの10円20円じゃないですから、駄菓子屋じゃないんですよ。そうそう、置くというお金をね。はい、今、なんでしょう、あのプロデューサー業って何年ぐらいあります？え、何年ぐらいやってらっしゃるの？いや、何年っていうか、もう飛び飛びでなんかわかんないですけど、うん、もうかれこれ10年ぐらい前から、2005年ぐらいからなんかそんなことを、ね、やり始めて。前いらっしゃった時は、ギャガの社長じゃないですね、もう終わって、うん、終わった。ギャガいろいろありましたんで、うん、あのでもギャガで、ユーズフィルムを出た後ぐらいですね、うんうん、あ、一番最近はでもそれ辞めた後ですね。辞めた後にいらっしゃった、はい、それから何かだって、うん、今は日ホランドという会社をですね、細々とやってまして。これ日ホランドってカタカナで書くんですけど、はい、アミューズメントパークじゃないですか。あの僕の下の名前が丸も日穂。すごいですよ、5本、はい、丸もは丸く茂る、はい、で日はあのいわゆる日デイですよ、デイ、はい、穂はあの穂高山脈の穂ですよ。いい名前ですね、これは。でもね、そうには言わないんです。なんで日穂の日は太陽の日の日に、うんうん、穂は稲穂の穂、全然違う。いいです、いいです。やっぱ意味があるわけですよ、ね、なんかこう人生実り大きいって感じですね。で、日曜がなかなか覚えられないんで、うん、会社の社名にしちゃおうと。おー、そうすればみんな覚えるだろうと思って、うん、未だに誰も僕の会社の名前をちゃんと言える人がいない。うわ、マルコランドでしょ。マルコランド。はい、でもランドは覚えてる。それで、マルモニチホさんを歓迎する意味でこの曲をおかけしましょう。タイトルがすごいです、うん、この曲の後さらに。クレモンティーヌ、まるまるもりもり。いいですね、明るい放送ですね、今日すごい。で、雰囲気がね、まるまさんもそうだし、あんたもだし。これは、伊勢三宅ですか、これは。え、どれですか、これ。どういうこと？伊勢三宅のそのパターンですよね、この、こういう。そんないいものではない。あ、もう全然。三宅っぽい。全然いいものではないっていうのもある。伊勢三宅で検索すると、そういうのがありますよ、そういう一連のシリーズ。めちゃくちゃ高いです。おしゃれな。だから今、思ってたなと思って。いや、全然。今カメラ、これいつからカメラ？いつからだろう。今日タキシード着てるし。タキシード変でしょ。暑いし、まあ、変でしょ。この中で一人だけだけど。なんかシャンパン持ってこなきゃダメじゃないか。あ、やばい、耳取れた。さあ、始まってますよ。はい、ごめんなさい。今日今丸森町さんがあのカメラを今回してるんですが、このサイトにね、このカメラ回ってると知ってたらタキシード着てきたのに困っちゃうなとおっしゃってたけども、おかしいでしょ、タキシードで暑いし、このね、じゃあたまに仕方ないね、たまにね、はい、では、ここからは大野ひろみさんのフリーコーナーで。うわ、ちょっとフリーやめてください。まあでもやっぱり映画のお話をお伺いしたいと思いますが、はい、あの今この曲の曲の中で、ごめんなさい、今イヤリング取れちゃって、はい、あの曲の中でですね、あのすごい数の200円どうですか？ちょっと待って、ダメ、もうちょっとする、はい、とですね、あの曲の時にですね、すごい数の映画が今上映公開されているというお話をなさっていたんですが、たくさんある中でやっぱり、あ、はい、どうぞどうぞ、ビデオがもう一回回して、そのいっぱいある映画の中で、こうやっぱりこういいもの見たなとか、あ、見てよかったな、うん、スカッとしたなっていう気持ちになりたいなって思って、うん、いつも映画を私選ぶんですけど、はい、はい、そのまあいっぱいある中で選ぶポイントとか、はい、抑えておくべきポイントみたいなものってありますか？なんか打ち合わせしたみたいだけど別にしてないですよね。してないんですけど、ね、すいません急に。あのですね、ということで僕も実は分かんないんですよ。え、まあ当然いろんな映画の情報はね、いろいろテレビ見たり、はい、いろいろサイト見たりしてるんですけども、今映画の数がちょっとお話してに、
すごく増えてるんですね。どのぐらい増えてるの？年間ですね、1200本ぐらい、法要合わせて。洋画法要合わせて。で、つい3、4年前までは600本だったんですよ。え？倍ですか？なんで倍になったんでしょう？デジタルになったから。そうです。要は、デジタルになったんで、アナログのこういう35ミリですから、いきなり、その、デジタルでこんな、ね、ダウンロードしてるみたいな形なので、はい、どんどん増え、本数が増えてきたんです。そうするとですね、1200本って言うと、50種って変わってないから、ねえ、うん、毎週ね、25本ずつあって。絶対見切れない。見切れないでしょ。情報も取り切れないですね。いやー、ちょっと無理ですね。あのね、情報量がね、増えすぎたんですね。それでもうみんなしょっちゅうスマホ見てて、はい、映画以外でももう Kindle 本も読めるし、もう番組もあったり漫画もあったり、だから前は本当にこのこと言うとジジイみたいで嫌ですけど、マルモニチョウさんとか僕らが小学生の頃って自分のものってラジオしかなかった。せいぜいテレビはないですよ。自分のテレビなんかないですよ。今はもうテレビがむしろマイナーなぐらいで、そうですね。それある意味で、はい、あの不幸とは言わないけど、はい、取捨選択をちゃんとしないと、はい、情報の海に、はい、僕もそうでもしょっちゅうスマホ見てますから ね、 なんとかしないといけないですね、これはね。昔はね、ちゃんと映画館行くとあの看板でさえ一個一個こう絵を描いてね、全部手書きですよ。手書きでお会いしは書くですね、職人さんがね。1ヶ月2ヶ月こう上映するわけですよ。松竹だったら寅さんのね。それ終わったらどう？終わったらぽいです。もったいない。ね、そうありましたね。という話じゃなくて、どういうことがあったんですけど、今はそうなっちゃったんで、うん、1週間とか1週間で映画がどんどん変わってっちゃう。そうじゃないとやりきれないんで、そうすると映画をみんながいいなと思った時には終わってるみたいな。そうですね、回転が早い。で、先ほどの質問に僕が答えると、はい、今どうしてるかっていうと、やっぱりですね、僕は例えば自分が見たい時、いくつか見たいなと思った時に、やっぱり岡村さんのようによく知ってる人に聞くんですね。何が面白いですか、この人が面白いと言った映画を、あ、見ると間違いないな。剣と数とかね、ひと夏のファンタジアとか、あのこういう映画が面白いですね。今あの DVD ブルーレイが発売中です。はい、はい、うん、ということで、要はそういうような状況になってきてるんで、コメントっていうのが非常に重要になってきてる。そういう意味では剣と数っていうのが成功したのは、うん、あのやっぱりコメントチラシ、これは丸森町さんのプロデュース、はい、うん、はい、ね、こういうチラシみたいなのがやっぱり有効なんだろうな、長谷川和彦さんが言いっつってるよみたいな。ここあんな褒めない人がいてるんですよね。え、覚醒剤密売に関わる最低最悪の人間たちがなぜか愛おしくなってしまうのだ、うん、過剰なクローズアップカットの連打も決して上滑りせず、見るものを未知なる世界の映画の世界に引っ張り込んでくれる必見の新作。気になる。恨みていただくとですね、うん、わっと、いろんな、結局そういうことなんだろうな。自分で選ぶの大変でしょ、何が面白い。そうですね、だから見て面白いと言った人の意見っていうのは非常に貴重なんです、ね。小坂井和樹さん、アリ地獄から見上げる青空は美しい。いいですね、アリ地獄、うん、ということなのかなと思いますね。なんで宣伝はやり方ってどうするのかなっていうんだけど、うん、まあいろいろこうね、露出すること重要なんだけど、誰かの一言っていうのは非常に大きいですよね。そうなるとこの番組すごい大きな役割を担ってますよね。いやー、そうですね。否定しないんかい。いやでもそういうことになります。だから私たちレポーターも、てるさん、りさちゃん、やっぱこう大事ですよね、レポーターも発した一言が、うん、あのそうだし、やっぱり、ただね、あの、ま、丸子さんと僕は同い年もあるし、ある意味でどっかの映画を見てきた体験とか共通項があるのね、はい、それで、あの、ひろみちゃんとか森友梨沙ちゃんはまあちょっと違うと思うんですけども、うん、今の例えばそうだな、やっぱり20代の子たちはさっき申し上げたようにアミューズメントが多すぎちゃって、うん、映画はそのうちの一つなんですよ、ね、で僕らとは映画しかないみたいな、あんまり言うとなんか自信が嫌ですけど、はいはいはい、映画しかないまで言わないけど、でもかなり大きかったです。今度これもうこの試験が終わったらもう僕あの映画見に行くんだって、ご褒美に見るとか、自分へのご褒美みたいなね、のがあったり、もう、うん、あと何して吹き出たみたいなのがね、それほどみんなね、あのよはっきりと贅沢になってきて、なくなってきちゃった、ね、そうするとす、ね、あの一つ良くないのは、短絡的に見てしまう、うん、で僕ちょっとまたこの説教じみて嫌なんですけど、ぜひ言いたいこと言っていいですかね、はい、あのね、結局ね、最近僕すごく思ってることは、うん、我々が、アリ地獄から見上げる青空を尽くして今あったんです、はい、くしくも我々が認識してる世界ってごくわずかなんですよね、はい、今まで生きてきた中で、はい、だからひろみちゃんがまあ30過ぎてアイドルやってるらしいですけど、ちゃんと何情報言うの、はい、私はもう60過ぎ60行きましたけど、
すごいジジイだと思ってるでしょ、腹の底では。なんだけど、地球ができて46億年、この宇宙のビッグバンがバーンとなってから138億年なんですよね。そっから見たらわずか。いや、もう変わんないですね。人生短い間で、今までの認識してる世界ってわずかなんですよね。で、というと、簡単ですけど、今あなたがもし20代だったら、もう本当にわずかなことしか知らないんですよ。で、それで、じゃあでも60の人はたくさん知ってる方、それもわずかな、僕はわずかなんですけども、何が言いたいかっていうと、今見て短絡的に、ああ、面白かった、ああ、泣けた、ああ、よかった、うわ、斉藤匠かっこいい。で、何食べに行くっていうふうに思わないでほしいんですよ。認識できない、例えば淀川長瀬さんがおっしゃってることは何かっていうと、芸術には格闘がいるって言ってるんですよ。格闘、うん、だから例えばルキノ・ビスコンティの映画だとか、うん、あるいはスタンリー・キューブリックの2001の宇宙の旅を見るとちょっと長いなとか、わけわかんないなってあると思う。でも自分が考えてもいない、一生のうちにね、一生出会えないような、例えば、1850年ぐらいのイタリアのシチリア島の貴族がどう暮らしてたかなんて興味ないし、わからないでしょ。これ山猫って映画ですよ。傑作ですよ。最近、4K デジタルリマスターが出ましたけど、ブルーレイが。そういうものを見ることによって知らない世界の扉が開いていくんですよね。で、それがなかったら、もうなんかつまんないですよ。現実だけで生きられないんだよ、僕らは。なんかかっこよく最後。いやー、でもそういうことですよね。だから藤井四段にみんな夢を託すのはそうなんですよ。いやー、そうですね。うん。そっちですか。うん。だからなんか現実じゃない、飛び越えたものを見たいわけですよ。だって漫画みたいじゃん、あの人って。ありえないですよ。まあ、そう、おっしゃる通りで、僕らもそうで、経験できてることって、まあ、60年間の、なんだけど、それにたった2時間で、いろんな経験と、いろんな人の考え方と、本も読むときも自分の中に絵を浮かべますよね。はい。でも、絵も全部出してくれる中で、自分がその中に浸れるっていうのは、本当に多分、まあ、何も何も勝る経験なんでしょうね、きっとね。でまた今スクリーンがいいでしょ、 3D だったりするし、音も素晴らしいし、座席もいいし、はい、いい仕事してますよね。丸本さん、でも自分の自慢の一作を言ってて何ですか。もう今はこれかもしれないですね。僕はもともとギャラの時は買い付けのね、仕事、そうですね、はい、うん、そういう意味ではスラムドッグミリオネアだとかね、そういう映画とか、あれ丸本さんが演じたの、ね、ああそうなんだ、あ最高でしたね。なので、ね、行く前に曲読んで、このマーケットってこれだけ買えればいいなみたいな、それだけすごく思ってましたね。ダニーボイル、あれは何回見てもいいですね。脚本やっぱり読んで、その段階から、僕らは映画は前も言ったと思うんですけど、映画見て買うことないですね。ほとんど映画は映画見て買ったら遅いんですよね。撮られちゃうんですか。そうです、ということもそうだし、こんなこと言うといいのかどうかわかんないけど、向こうの人たちは脚本を持ってきますよね、企画書とか、でそれで例えばアメリカでいくらどこどこに回って、日本は、ギャラなのかヘラルドなのかとか、各地区でみんなに買う付けを決まって 100% お金が集まったら作りましょうっていうような、意外とリスクをヘッジするっていうか、ビジネスなんですよ。特にアメリカなんか、日本は違いますけど、映画というのは基幹産業なんです。国の柱となる産業なんですよ。日本みたいに、すみません、今回ギャラの予算なくて、本当にこんなギャラ、こういうことはない、はい、というようなことなんで、やっぱり。違うんだ、全然、はい。なんで僕らはほとんどそうです。見て買うものってないですね。だから自分が本読んだ時に頭の中に浮かぶじゃないですか、はい、最初のスラム街をどうやって映すんだろうと、おおこう来たかみたいなね、出来上がった時にやっぱりそれすごい充実感が。でもその脚本を読んで思い描いた作品像と実際ご覧になって、はい、そこに誤差が生じることってやっぱりあるんですか。毎回それじゃ、まあ良かったり、まあでもそれはありますよね、ちょっとショックだったりとか、はいはい、へえ。一番ショックなのはやっぱり見て買ったやつが当たんなかったことね。これやっぱり、見て自分がこれいけると思って、もう実際に見ていて、これと分かんないね、なんでこんな家はまるでヒットしないんだろうと思ったのが、なんでなんだろう。例えば『ショーシャンクの空に』っていうのは、あ、いい傑作ですけど、これ映画の興行では赤字でしたね。そうなんですか。そのあとビデオになって、ね、まあすごい話題、まだにベスト10とか大好きですけどね。いやそうですよ、スケールの大きい話になってきたんで、スケールの大きいこの曲の後さらに、クレモンティーヌスーダラ節、スイスイスーダラッタスラスラスイスイ、クレモンティーヌスーダラ節でした。丸本日生さんはお父さんが画家で、はい、画家じゃないですけどね、銀行員の付けで絵を描いて、あーすごい、お父さんが写生をしてる時に生まれたという、
お父さんは2回射精したとか、バカなこといつも言ってます。すいません、いつもネタで言ってます。そんなことはどうでもいいですが、映画の、まあ、輸入とか、はい、いろいろされてたんですけど、ここの数年は、韓流ドラマを作ってた。そうなんです。作ったっておかしいですよね。韓流ドラマなんで日本人がっていうことなんですけども、企画アイデアを、日本で、実は持って、作りました。で、ちょうど、私は、ACC、アジアコンテンツセンターってところに、ちょっと、寄らさせていただきました。TBS さん、それからポニーキャニオンさん、TC エンターテインメントさんというところと皆さんで、こう、お金を出し合いながら、韓国ドラマを企画して作ったんですね。100年の花嫁なんで、FT アイランドなんて、今ちょっとわかるかな、いわゆる K-POP ではですね、非常に人気のある、その FT アイランドの、ボーカルのですね、イホンギ君っていうのが、あれなんかすごい面白いですね。僕もね、分かんなかったんですけども、最初のうちは冬のソナタってあったじゃないですか。はいはい、ご覧になりました。もちろん、もちろん。ずっと見てなかったんです、俺。あ、そう。もう結構意外とごめんなさい。ちょっとなんかバカにしちゃったあるあるある。また似合うんがって。で、見て。見たら面白くて。面白いし、素敵だし、泣けるし。展開がすごいです、ね。展開がすごい。作った人は頭いいな。で、それが、韓国ドラマって全部そうなんですよ。見るものがもう、で、映画は2時間じゃないですか。はい。何 ?50 分が60話だとか。韓国ドラマって2週ずつやるって本当ですか？まあ、そうです。2週って言ってください。週に2回。週に2回やるんですよ。韓国の人はね、パッションが強いんですよ。エネルギッシュなんで、もう1回じゃ我慢できないから2回放送してって、やっぱ本当はね、うわ、すげえ話ですよ。それ再放送じゃないですよ。違うですよ。だから、普通には、毎週火曜日だったら火曜日でしょ。で、火曜日にやったら次木曜日にもう1回あるんですよね。日本ではありえないね、それ。いや、でも最高ですよ、ね。次が見たくなるよ。見たい、見たい。そこはですね、やっぱり韓国ってすごいなっていう。やっぱ脚本は、だから、脚本ってやっぱりすごく重要できたらないと思ったんです。すいません、居酒屋じゃないです。素人なもんです。いやいや、何言ってるんですか。マイクも歌っちゃうタイプなんです。どうぞ。楽しい。で、そういうことがあって、それは勉強になりました。あ、そう。で、どんどんやっぱり16話が、基本なんですけども、どんどんその盛り上がりを作っていくわけですよ。もう8話ぐらいになったらもうめちゃくちゃ多い。だから僕は本当にね、この3、4年、あんまり映画見れなかったんですよ。黒澤明監督のね、インタビューで答えてるのは、映画というのは人間の、ある部分しか描けないと。なぜなら2時間、3時間だから、例えばいろんなキャラが出てきて、すごいけど、本当の奥深くは描けないって言ってるんです。ニコゴリみたいなもんしか描けないっていう。で、それは、もう全ての映画はそうだと思います。ところが、僕、実を言うと海外ドラマファンで、まあアメリカの方が多いんですけど、見てるのは、ものすごい数見てるんですね、同時に今ね。で、何がいいかっていうと、例えば北の国からだって長いシリーズじゃないですか。で、こんな時黒板五郎は絶対にこれは断るなっていうのは今でも答えられるぐらい、そのこと、人のことを知ってるわけですよ。ね。だから、人間をより深く描けるのは実は連ドラなんですよね。かもしれないですね。細かく。もう感染症、その今はね、悪いやつは徹底的に悪い。そうそうそう。わかりやすい。わかりやすい。展開が面白い。で、これが韓国の韓流の凄さだなっていうのを痛感したんですね。で、映画も昔からですね、いろいろやってきて、うちで言うと、私の頭の中の消しゴム。あれそうですか、丸山さん。いや、その前にやっぱり守備だとか、衛生だとか、電車の中の、あ、なんか、ありましたね。そういうのって、バババってきたんですけども、やっぱり、ああ、これドラマにかなわないなと思うんですけども、ちょっと先ほど言ったようにね、新幹線なんて今度出てくる映画、これはまたすごいです。新幹線は、新しく、いわゆる病気が移る感染ですよね。ウイルスの感染。ああ。これはまた面白い。やっぱり、うまくできてるんですね。やっぱり脚本、そう思ってみると通じるものが一本あって、脚本というか、それがすごいしっかり。やっぱ脚本ですよね。はい。で、そこにまあ来て、監督ね、ヒョンサンホだとか、まあ、キム・ギョクさんとかいろんな人いるんですけども、そういうようなところっていうのはね、やっぱりちょっと日本人は真似しなきゃいけないのかな。一番なんでしょう、わかりやすく言うと、その、まあ、パッションあるのはわかるんですけども、なんだろう、どう違うんですかね、韓国と。学ぶべき点は何でしょう、一番。深いっていうのかな、浅くいかないで、徹底的にっていう言葉がつくようなものが多いですよね。それとやっぱり、人間なんで、どっかに矛盾になっちゃいけないんですけども、それをいいタイミングにこう思い出させるようなものを持っていくとか。過去のものが回収されていくっていう。その時間のタイミングが非常に上手ですよね。ですから50分単位のようで、確実にちゃんとした盛り上がりを作っていくような、ああいうのも上手ですしね。映画の中だけでもそうですよね。さあ、この今、ニチホランドという、新しく、
作った会社で、はい、今後どのようなことをやっていきたいという。そうですね、まあ、エンターテインメント全般的にっていうんで、やっぱり今映画に戻っていろいろやってるんですけども、うん、まあ、映画以外にもエンターテインメントって広いですよね、うん、ですから、まあ、広くいろんなものを皆さんに見せていけるようなものとして会社をちょっと、会社をちょっと持っていこうかなと思って、でそれが舞台であったり、うん、プロレスみたいな話もあります、いろんなことがあるんですけど、エンターテインメントしてるのをどうやっていろんな人に見ていただくかっていうような宣伝だとか、はい、そういったものにちょっと力を入れていきたいなと。あ、じゃあなんかそういう工業的なこともやっていく、はい、オリバー君を呼んだ人のようにいたでしょ、うっさんくさんした髪の毛長いあんな感じになってるんですか。うん、そういうことです、ね、昔ですからね、うん、オリバー君は人間か猿かっていうのでね、日程ですよ、もう本当にマイさんの盛り上げが、猿みたいに連れてきて本当に ね誰が見ても猿なんですけど、これは人間か猿かって言ってみんなが日本中が、要するにね、話題の作り方なんですよね、持ってい方なんですよね。なんかでもちょっと仕掛けて、まだ行きそうな感じですね。なんかちょっとお酒飲みながら話してもらって。ねえ。で、このスタジオでね、一番乗りやすい人間が大野ひろみなんですよ。乗りやすい乗りやすいですね。割とマルチに。プロレスなんかやらしたら面白いかもしれない。ちょっと待って、そんな今からもうそっち行くしかないじゃん、こうなったら。じゃあ、鍛えるしかないか。ねえ、はい。ということですかね。はい。丸森一郎さん、はい、時間が来ました。はい、ありがとうございます。今後に期待してますので、ね、今度またぜひ秋ぐらいにでも来て、秋ぐらいにまた新しい写真甲子園 0.5 秒、うん、はい、写真甲子園、これちょっとタイトルだけ覚えてください。写真甲子園ね、今日最後の曲です。クレモンティーヌ、日はまた昇る。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などお待ちしております。先ほど第1部で申し上げましたけども、映画ラン丸のトートバッグと、サントラ CD ご希望の方はラン丸と書いてお送りください。セットで4名の方にプレゼントいたします。すべての宛先はこちら、郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kst@川崎fm.co.jp までお待ちしております。久しぶりに来ていただきました丸森さん、いかがでしたでしょうか今日は。はい、久々にちょっと岡村さんにお会いして楽しかったです ね、これからはまたちょっと、ね、密に密に密にね、はい、お願いいたします。大野ひろみとか森友梨沙とかね、うん、あと湘南のおばちゃんとか、いや、すごいですね本当にこんだけエンターテインメント、ね、できる、ね、ラジオないですもん ね、ぜひよろしくお願いします。丸森町さんでした。はい、ありがとうございました。来週は番組初オーストラリアの監督がいらっしゃいます。スターサンドの特集です。ありがとうございました。ありがとうございます。岡村陽一のシネマストリート。はい、島岡さん、今日どうでしたでしょうか。おバカ映画に込められたエネルギーというのがとにかくすごいというね、はい、そういう松竹さんも頑張ってますっていう感じですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、これあ、はい、わかりました。はい、さあ、久々に番組にいらっしゃった豊水さん、今日いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。はい、まあ、岡村さんの話いつも楽しくて、はい、見たくなりますね。はい、やっぱり、元ワーナーマイカルの方でした。さあ、鈴木さん、今日はいかがでしたでしょうか。面白かったですよ。うん、うん、あの邦画のお話ができてよかったな。そうですね、うん、なんか邦画の方が好きですか。フレッシュでいいですね、あの藤井さんもね、はい、初めて、はい、またよろしくお願いします、ね、思ったよりも自然にお話ししてもらってね。そうです ね意外と上がってなかったですね。はい、よかったです。さあ、続きまして、今日久しぶりに行きました。森友理沙さん、いかがでしたか。有意義でした。韓国のドラマのこととか、うん、あと昔と今の映画、まあ、本数が倍になってるとか、うん、なんか楽しかったです。明るい雰囲気の中でもう すごい中身の詰まったお話ができた一日でした、うん。ありがとうございました。はい、ちょっと待ってくださいね、順番ありまして、はい、本間照子さん、いかがでしたでしょうか。はい、本間照子、はい、今日は本間照子出演1周年祭りということで、うん、ありがとうございました、うん、盛大に祝っていただいて、自分で勝手に自分を祝っていますけれども、いやいや、うん、この後祝賀パーティーがございますから、はい、あの、はい、皆さん盛大に楽しんでちょうだい、はい、ということで、はい、うん、なんか恥ずかしくなってきましたけど、ありがとうございました、はい、また頑張ります。そして明るい、明るい人です、どうも、はい、あ、ちょっと下から撮ってみよう、今日は、はい、ありがとうございます、はい、どうも明るい人です。あの、やっぱりあの先輩方によく聞いて映画をいっぱい見ようと思いました。終わりです。いや、もうちょっと面白いこと言って。え、なんで今ちゃんと真面目に答えたの。これ見てる人はもうちょっと面白いことを望んでるから。面白いことって何、うん、じゃあ面白い顔して、せーの、あ、面白い顔やめて、うう、面白い顔やめて、面白い顔やめて、やってないです、普通の顔ですよ、普通の顔、うん、はい、丸森町さん、久しぶり、5年ぶりぐらいかな、いかがでしたでしょうか。今日本当失礼しちゃって、あのスーツ着こうと思ったんですけど、いやいやいや
タキシードでね。でもね、楽しかった、久々に。あの、うん、何も変わってないなと思ったんだけど、うん、岡村さん、ちょっと頭がちょっと変わっちゃったかな。広くなっちゃった、ハゲた。悪かったな。でも、あれ、これは地毛？これ染めてない？染めてる。染めてるでしょ？でも、ハゲてないね。いやちょっと上ない。ああ、そうですか。同い年ですね。そんな感じですね。また、ぜひ、近々。はい、ぜひぜひ。はい、これ映ってますかね。あの、これ、寝てますね。ねあ、これ、これ、これ。今度、秋に、秋に。秋に。次回、これで。超おすすめでございます。ぜひ、次回、写真甲子園、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、はい。もうね、丸茂さんのこの、もう、慶応大学卒とは思えない、この、ノリ。はい、気さくな感じがねとてもあの良くてあの久しぶりに会えてこれもでもね番組やっててよかったなと思うのはこういう瞬間ですね。もう何もないとねなかなか会えないですよ、うん、会おったってよくほらフェイスブックでねまた会いましょうって言ってもなかなか会わないのが、ねうん、これだけですけどこうやってお会いできて送っていただいて一方通行の人すいませんございません、ね、ぜひあのこのあの参加とよろしくお願いしますはいみんなでお願いしますみんな、うん、岡村ファミリーはい、じゃあ次はプロレスのリングで会いましょう、ね来週はオーストラリアの監督が来ますお楽しみにこれでなんか出れるかもしれない吉本で、はい、吉本で何言うて万年あんたとはやってられへんわどうも失礼しました、はい、面白い面白い両方とも